豆キュン。あ、蚊が出てきた。パラン、起きて。ママ、ママ。まあ、早く起きてったら。夢だったんだ。ああ、ママの夢を見ていたのに。もう、早く出よう。パラン、どうしたんだよ。あそこ、見て。あそこ？お、お姉ちゃん、あれは何？かよ。か？かって、あんなに大きかったかな？早く出よう、お姉ちゃん。どうしよう。蚊に刺されたら、私たちも、博士やパパ、ママに会えないかもしれない。朝早くから私を起こしたのは誰よ？あ、うわぁ！ちょっとここで昆虫の常識。私は蚊よ。私はね、二対の羽に触覚、胴体、それから長い足を持っているの。時速 1.5 から 2.5 キロの速さで飛ぶことができるのよ。昼間は草むらで寝て、夜に活動をするの。だいたい水の流れがない下水溝や、池に卵を産むのよ。卵が流されたら大変だからね。私の子供はボウフラ。水の中で育って成虫になるの。オスの蚊は花の蜜や木の樹液を吸って生きているのよ。よかった。でも私のようなメスは他の動物の血を吸うの。もちろん卵を育てるためよ。血を吸うとき、マラリアや脳炎などの伝染病を広げたりもするの。脳炎？そんなに驚くことはないわ。卵を産むとき以外は鼻の蜜を吸うんだから。私はね、1億7000万年前の恐竜がいたジュラ紀時代から生きていたの。その時は今より3倍は大きかったのよ。3倍。コウモリやトンボ、クモさえいなかったら楽園だったのに。この頃は自然が汚れてしまったから生態系が壊されて天敵も少なくなったんだけれどね。さて、昼寝はこれくらいにして血でも吸おうかしら。子供たちがお腹を空かせていることだし。どうしよう、お姉ちゃん。とにかく、ここを出よう。今寝ているみたいだから、その間にあっちの草むらに逃げよう。うん。1、2の3で走るのね。うん。1、2の3。ほら、今よ。Thank you.